あ、すごいすごい。楽しいですか？一級で楽しさ分かる？でもなんかいい光景やね、こういう。なんかウーバーが彼あの好きなんです。知ってるってやつ。そうなんや、ありがとうございます。あのボーカルと仲いいですね。そうですね、あの よく来てもらってるって感じです。はい、なるほどね。届くからね、ノーマンで。ん？届くからね、ノーマンで。それすごいよ。すごいよね。やったことないのに。そうね。ほら。すごい。TikTok とかも見られますか？あ、見てます。ほら。あの、田村淳さんのモノマネとかね、昔ってたよね。そうね。これちょっとまあ。ちょっとお願いしていいですかね。今ですか？ちょっとね、恥ずかしいですね。やってくださいよ。いいよ。なんかじゃあどうしようかな。でも全然田村淳さんっぽくないよ。なんか声だけじゃ目つぶって目つぶって。格付けチェックで珍しいタレントの名前を発表する論文の淳さんです。はい、お願いします。第1位、夏川潤。これあの営業妨害で、これ。いや、そんなことない。うん、そんなことない。これ滑った営業妨害だ。そんなことない。いいね。うん。でも全然惚れてるし。嘘。野球は好きなんですか？まあそうですね。ほら、取るのがうまいよやっぱ。確かにキャッチングうまい。ちょっと強くだけ出てみるか。いいか。え、そんなことできないわ。できないよな。え、めっちゃうまいやね。ほら、ちょっと離れてる。離れてる。どのくらいまで投げれますかね。え、でも危なない？大丈夫？え、怖っ。大丈夫。え、うまめちゃくちゃうまいな。ほら、全然できますやん。すごいな。なんか途中でやめちゃったらしいんだ、ちょっと。あ、そういうこと？少しだけ。へぇ、え、こんな離れて大丈夫？あ、大丈夫。うん、ごめんね。え、キャッチングなんか上手なってない？めちゃくちゃ上手ない？キャッチングすごい。え、なに？え、なに？ごめんちょっと待って。あのソフト部投げ方変わってない？さっきと。嘘。さっきと投げ方変わってる気すんねんけど。なんかさ、最初さ、こんなんなってたやんか。近くってやるじゃん。あ、そういうこと。最初ってやっぱ、うん、確かになんか力加減、行ってきて行ってきて。ちょっと、どういうこと。いや、めちゃくちゃ冒頭掘ってたけど大丈夫そう。大丈夫じゃないですか。大丈夫。いや、あのやっぱ近い距離ってイップスもあるじゃないですか。あ、でも俺はでもそのイップス持ちやから、はい、めっちゃ気持ちわかる。それかもしんない。あの、力の入れ加減がわからん的な感じかな。うん、確かに。うん、めちゃくちゃええ球。さすがソフト部。すごいね。すごいな。すごいな。大丈夫っすか？大丈夫。あ、力の入れ加減がちょっとあれやろ。すごめんなさい。めちゃくちゃいい球なんよな、なんか。すごい回転もいいし、やっぱこうグローブをこう、え？いや、やっぱね、グローブをこう抱えるあたりがやっぱり素晴らしい投げ方ですね。結構いいなんか中学校で、はいはい、中チームやった。あ、そうなんや。うん。できればもうちょい抑えめで投げてもらった方が、はい。使ってきちゃったの？使ってきた。ちょっともうちょっと前でやる。もうちょい前行きます？ごめんね。これなんか結構離れてもごめん。うん。あ、いいや。それぐらいがなんか安心するな。そう。うん。確かに。ちょっと近すぎんじゃん。一歩になるでしょ。あ、ごめんごめん。これぐらい？ごめん。うん。いいね。これぐらいがいい。超いい球。超いい球。最高。
あ、めちゃくちゃいい。あ、めちゃくちゃいい。なんなら俺よりいいかも。女性の掘る玉じゃないわ、これは。早いな。ないわ、これは。早いな。早っ。どんどんちょっと上げてってないですか。超いい。早い。いや、でもめちゃくちゃ胸にしてるから取りやすいよ。ちょっとビビるけど。すごいな。すごいな。コントロールいい。男性とキャッチボールしてるみたいな。なんか、なんか欠けてる？え、ナチュラルでかかってんのかな？ナチュラルでなんかスライダーみたいなのかかってる。はいはい。久しぶりなんかな？久しぶりかな？キャッチボール。もうちょっと前のえ？もうちょっと前か。ここぐらいでいい。はい。あや結構当てずっぽで取ってるぜ今俺。うん、え、今からピッチャーでもする？なんかめちゃくちゃ仕上げてきてない？ただ最初はこうキャッチボールやったんだけど。あ、いい球。あ、いい球。いい球よ。ちょっとびっくりするけど。はいはいはい、はい、何ですか？何ですの？ミキ、ダメだよ。何？ダメだよ。何がダメだ？え、キャッチボールするんじゃないの？てってりー。そのドッキリでした。何のドッキリな、これ。ドッキリでした。何のドッキリ種類？この方実は、はいはい、花咲徳栄で、はい、女子硬式野球部でやられてた子でソフトボール投げ実力テスト全国2位です。何ですか？いやいや、そんな方やったの？全国2位です。え、俺そんな方になんかいいねとかそうそうちょっと盛るねとか、そう回転いいねとか言ってた。そう、いや、おこがましい、ごめんな。そうです。え、そんなことなってた？はい。え、なんか途中からなんか投げ方変わったよ。その最初なんかあーってやってたけど、ほんま正直、うん、ソフトボール全国で2人、はい、何メーターぐらい投げようか。65メートル。すごいな。そうっすよ。女性で65メートル。で、公式の遠投もすごい。公式も投げるんですか？え、公式はどれぐらいいくんですか？80ぐらい。 80? 嘘、俺現役時代66。え、マジで80投げれるの？最高80。女性で、はい、すごい。エグいな。めっちゃ良かったもん、球自体も。え、すごい。なんかおかしいと思ったのよ。なんか普通のキャッチボールでカメラ2台ついてるし、俺も抑えられてるし、こっちも抑えてて、なんこれってなってて、そういうことがドッキリやったんだ。ドッキリドッキリ。全然気づかなかったわ。ダメだね。そう、本日ドッキリ多めだからね。ドッキリ多めっすよ。いや、ね、てってれーって声で言うねんな。そう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 、うん、古典的やんな、そこは。そうです。え、ごめんなさい、すみません、なんかおこがましく言っちゃった。俺がなんかずっと言っちゃってなんか上からで言ってたよ。本当ですね。やばいな、人間の本質だよな、こういうの。じゃあ、のお名前が何？高井さくらちゃん。いい名前ですね。いい名前ですね。はい、はい、今、さくら絶対言うと思ってそういう血なんでね。カットします、カットします。なんか俺途中から女性とキャッチボールしてる気せえへん。球速すぎて。いや、速すぎて、マジで。え、おえってなって、はいはいはい、そういうドッキリですね、今日は。そうでした、はい、ありがとうございました。はい、終わります。ありがとうございます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にゲサントのグローブ
分かるように、はい、デサンタのグローブ欲しいです。デサンタ、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサンタのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れた